ほい、どうもこんです。ということで今回はこちらのザンドミッドを紹介したいと思います。ザンドにはいろいろな形があるのですが、今回は2種類のジアトラを軸にしたタイプになります。ジアトラの特殊は4マナ54トランプルというスタッツに加え、プレイヤーにダメージを与えるとアドバンテージが取れる生物なのですが、嵐探しで速攻をつけることによってかなり強く使うことができ、また除去られやすいという欠点も除去の的を増やすことで補うことができますね。除去の的を増やすことでキキジキも割と生き残りやすく、ジアトラの特殊をコピーする動きは最高に気持ちよかったです。さらにジアトラ本体も試合を決めるパワーが強く、嵐探しからの速攻パターンはもちろん、終了ステップの投げ飛ばす能力によって5点、6点を飛ばすことができるので、出たターンに試合を決めることが多い印象でした。ジャンドカラーにする利点としては、豪華を放てをサイドに入れることができるのも強く、クリーチャーと置物を一気に対処できるということで、今注目されているカードですね。はい、ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、1本目勝って2試合目。これはキープしていきましょう。相手はグリクシス、吸血鬼ですね。やはり基本的にはその収穫者、2マナ域のカードから、グーワっていう動きが強いデッキではあるかなと。相手も同じですね。さあ、相手はワンマリガンでキープ。お互いに、3色ラウンドのタップインで試合を進めていくと。さて、2ターン目。収穫者。大体なんか、こういう展開が多いですよね。お互いに収穫者を出して、進めていく。ただ相手の方が、今先手なんで、結構有利ですね。収穫者で収穫者を除去って、で、死体鑑定人を出すとかありますけど、お、そのまま殴ってくる。収穫者取っておきますか。お、ここに掌握を打ってくる。これはありがたいですね。基本的に収穫者は除去としてしか使わないので、除去を先に使ってくれたのはありがたいかなと。さて、ということで、具合を出していきましょう。ジアトラの特殊も引けたので、キキジキからの、特殊コピーとか、そこまでいけるとね、とんでもないことになるんですが。さあ、とりあえず、ここは殴ってくる。ブロックしていいですね。現状、マナ加速は、特に必要がない場面なので。さて、4マナ目から死体鑑定士。このカードがね、やっぱ強いですよね。3ターン目に、今は4ターン目ですけど、だいたい3ターン目に3-3出しながらアドバンテージを取ってくるっていうのが、やはり、このカードが、グリクシスのキーカードですね。ワンドローとかならね、まだ、って感じなんですけど。最低、カウンターと虐殺事件を捨てて1枚を拾っていくと。結構強そうですね、拾ったカード。お、脅迫引く。どうするかな。このターン、脅迫プラスグーワーとかでもいいですけどね。除去が抜けたら、その、キキジキが生き残りやすくなるんで。さあ、脅迫。なるほどね。どうかな。掌握いきそうかな。ストロークは、ケアができるんで、ケアしながら動いていきましょう。ただちょっと相手のエブリンが嫌ですね。除去が、現状ないということで。さて、ジアトラで、どうにかしていきたい。除去さえなければね、ジアトラコピーも全然できそうな展開にはね、なるんで。5マナ引かれる。これはもうエブリン確定か。このターンだけちょっと待ってほしかったですね、エブリンは。さて、どうするか。うねり。これは、ルーティングしないかな。全部現状欲しいカードですね。で、とりあえずこれ殴っていきましょう。相手はこれエブリンでブロックしてきてくれたらうねりで取れるんで。さすがに、エブリンは出さないと。特殊出すか。相手、このターンストロークを打つか、もしくは、エブリンを出すかっていうターンなんですけど。エブリンに、使わないよ。なるほどね。エブリンが生き残る方が、こっちとしても嫌ですね。ただ、エブリンから邪教が引けなかった場合は、多分こっちが有利になっていくのではないかなと。まあ、ジアトラコピーができますからね。さあ、エブリンから。虐殺事件。虐殺事件か。まあ、危機時期までは流せるけどって感じですね。で、これ X、まあ2で虐殺事件打ってきた場合は、うねりでエブリンも倒せるということで。まあまあまあ、コピーはできないけどって感じですね。はい。これはまあエブリン倒していきましょう。まあ、結局これで、まあ、ジアトロの特使が生き残って、で、さらに2枚目のグーワからもう一回ね、利き時が出てくるんで、まあ、トータルでは多分こっちの方が有利にはなるんじゃないかなと。さあ、マイナス2からジアトラが生き残っていく。さてさて、ここからですね。でも、特使が生き残ったらもうアドバンテージ取り放題なんで、どっちか。まあこれミシュラランドで殴っていきましょう。さあ、目玉の暴君、軌道から発展クロックで殴っていく。まあ威迫なので、フリーで殴ることができますね。さあ、ブロックせず、ジアトラ誘発。いいですね。さあ、さらにクロックを増やしていくと。まあ、土地も、置いておいて OK ですね。まあ、基本的にそのジアトラ本体の、6マナまでは必要なデッキということで。さて、こうなると、相手は前邪教をもう一回打ってくるしかないと。さあ、ここはグーワから。うん。まあ、結果的にそのストロークを打たれなくてよかったですね。ストロークを打ってたらまた、全然違う展開にはなってたと思うので。さて、これは、いや、どうするかな。残り10点だから、収穫者で除去って、うねりで除去って、で、相手が除去を持ってなかったらジアトロコピーで勝ちだがって感じですね。まあ、除去を持たれてた場合が、また難しいか。あ、というかあれか、虐殺事件あるから、除去ったら、ゲインされるんでって感じですね。うん。まあ、このターンには倒せないかな。とりあえず33除去って、で、ミシュラランド、起動で殴るか。さて、スタックで、止まってくれ。ルーティング、はい。うん。そして、まあ、ミシュラランドで、殴っていきましょう。さて、これで、まあ、フルパンでいいか。うん。で、多分相手3人と相打ちしてくるんで、8点入れて1点ゲインされて、はい。残り4点まで。ただ、特使で、さらに。お、いいですね。いや、これあれか。特使は出さない方が良かったか。相手が開始でこれ、土地プラス、虐殺事件とかだったら、まああれなんで、出さずに速攻構えが良かったですね。まあ大体勝てそうな感じではありますが。さあ、収穫者。収穫者スタートだと、まあ勝ち確ですかね。さあ、ルーティング。まあこれは、さすがに勝ったか。さあ、残り4点は、守りきれずと。GG。さあ、1本目、7割から、即投了からの、2試合目ですね。うん。まあ、グーマがめっちゃあるんで、何でもキープできるハンドかなと。さあ、相手はワンマリガン。うん。さあ、やっていきましょう。まあ、相手、まあ、ジャンドですね。こっち、1枚も出さなかったんですけど、結構、手の内を沸かしてくれたので、まあ、ちょっとしたコツなんですけど、その、7マリとか6マリとか、なんかそういう絶対に勝てない状況の時は、こっちは1枚も出さずに相手が何を出してくれるかっていうのをずっと見ておいた方がいいですね。相手まあ、負け犬しか出さなかったんですけど、結局そのディスカードでどんどんとね、何を持ってるかっていうのをばらしてくれたんで、まあそこは結構ありがたかったかなと。さて、まあここはグーアプラス、うねりで殴っていきますか。まあそこまでそのマナを伸ばす必要はないんですけど、まあ掌握もあるということで、先手なのでガンガンと殴っていきましょう。まあ、なんだかんだ 2-2 も痛いですからね。さあグーアからルーティングをしていく。お、ルーティングせず。これ手札強いですね多分。さあタップインから、おお、巨装。結構珍しいのが入ってますね。なんだっけな、なんか環境初期のリストだったら入ってたのかな。巨装が入ってるリストもなんか昔ありましたよね。まあ土地と負け犬は捨てますか。なんかでっかいクリーチャーが欲しい。嵐探しいいですね。うん、まあただこのターンは負け犬からいくかな。なんかもうちょっと試合を決めるカードが欲しいですね。まあ、利き時期がひっくり返ってるということで、特殊とか引けるとだいぶ違うということで。さあ、3体殴っていく。お、アイス取ってくれる。これで開始に利き時期が除去られなかったら、おそらくパラダイスになりそう。さあ、負け犬からワンダロー。ただここは土地か。まあ、嵐探しコピーでも全然強いっちゃ強いですが。相手の利き時期は、まあ、除去っていきましょう。おー、なるほど。まあまあまあ、利き時期は生き残るんで。すごいな、相手。残土カラーであれ入ってんのか。まあ、宝物トークンが出るからって感じですかね。さあ、利き時期は除去っていく。さて、ここも土地か。まあ、嵐がしプラスグーは、で、まあ、トークンに速攻つけて殴りますか。まあ、利き時期がいるんでね、ちょっとジアトラの特殊とか、引いていきたかったところではありますが。さて、嵐探しで、まあ、トークンに速攻つけて、もう一回宝物トークンも出していきましょう。まあ、相手の就労ステップにコピーしてもいいですが、まあ、普通に殴る方がいいかな。さあ、残り10点。まあ、虐殺事件とかがない限りって感じですかね。お、なるほど。さあ、作業場の船長で、ゲインしていく。そして44を出していくと。うん。さて、お、待てよ。3、6、7。まあ、独力だけ捨ててもいいですけど、なんかこれこのターンに勝てそうなんだよな。ちょっと待ってくださいね。ジアトラ出して、嵐探しコピーから、6、7、残り6点。で、4点抜け。いけるか。10点は確定で通って、で、投げ飛ばしできるんで、勝てますね。うん。これがね、ジアトラ本体のめちゃくちゃ、強いところですね。相手残り13点もあるんですが、さあまずは嵐探しをコピーから2回誘発で、ジアトラ2回パンプして上から8点プラス、4点12点抜けからの、はい、で投げ飛ばしで2点飛ばして勝ちですね。これがマジでジアトラの強いところ。13点を削り切っていく。OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。